はい、おはようございます。ブリッジです。マインクラフト開拓士パート3始めていこうと思います。で、前回パート2ではひとまず、ここの、ここ F5 押して、この毎回な、自分視点から、この、自分のこの顔視点からこの F5 を押すのってなかなか慣れないな。ひとまず前回パートでは、ここの、まあ、大きな平原みたいな場所見つけて、でね、ちょっと前回パート、パート2と見比べると、ちょっと変わってるところ結構あるんですけど、ちょっとしたこの大陸、まあ、新拠点の場所の少し、まあ、配信街とかで整地もして、で、こうやってちょっと家とかも少し、まあ、一段低くして、てか、ここを高く、土ちょっとあれ、一段高くしたんですけども、高くしたりとかして、で、その、この鉄インゴット、鉄とかも手に入れて、で、配信街で、その、動物とかを結構開拓して、鉄をすごい手に入れたんですね。やっぱ鉄って結構重要なアイテムだと思うんで、結構これ、配信街でやっぱ回収しておかなきゃなーって思ったんで、見てください、ここ。ここ結構頑張って、掘ったんですよ。本当であれば、実況で、やれよって話なんですけど、ここも頑張ってめちゃくちゃ掘ったんですよ。ここめっちゃくちゃ一直線に掘って、で、松明もめっちゃ作って、こういう感じでね、この、我が鉱山、地下鉱山を作りましたと。で、コンパートにおきましては、ひとまずは、その、家のちょっと、領土を広げる。実を言うとね、こことかにもね、作業台とか、ここにもね、鉄鉱石、ワンストック分とか、石めっちゃくちゃ手に入れて、で、まあ、石炭とか。なんでね、チェストにね、その、材料とか素材がね、もうしまえないんすよ。このままだと。このちっちゃい家にまず、そもそもチェストが置けんと、いうことになります。なんでちょっとこの家一旦解体して、そんでもって、チェスト増やして、ちょっと拠点、まあ、仮拠点なんですけども、まあ、ちょっと大きくしようかなと思います。そんでもってね、あと時間があれば、またちょっとね、外周探索して、でもってね、その、まあ、私、弟の受け入れで結構そのマインクラフトを頑張ってやってるんですが、弟から言われたのが、地図を作れと言われました。なんかね、地図っていうのがあって、その地図を作ると、その、まあ、今自分がこのマップのどこら辺にいるよみたいなのが見れるらしいんで、ちょっとそれ欲しいからな。やっぱりね、遠出で探索するときはね、この自分の拠点どこにあるかね、わかんなくなるとね、やっぱ不安なんでね。だからちょっとその地図も作るために、いろいろと素材を集めていこうかと思います。じゃ、ひとまず日が暮れるんで一回寝ましょう。ブリッジのマインクラフト開拓士。よーし、起きた。ということで、まずは、ここのお家ですね。このお家を早速解体します。って思ったんだけど、今ね、このメインで使ってんのが、この石の武器っていうか道具なんですね。武器とか道具なんですね。ですが、実は配信外で一回また試して、ちょっと、鉄の道具をちょっと一個シャベルだけ作ったんですよ。そしたらね、なんとね、めちゃくちゃ早い。なんでちょっと皆さんにその、鉄の道具の素晴らしさをお教えしようかと思います。ひとまず、この、シャベル。これね。これで、鉄のシャベル。じゃ、早速、鉄のシャベルと、この、石のシャベル、どっちが早いのか?やっぱね、もちろんね、石のシャベルもね、十分こうやってね、早いんすけど、こっちだと?ああ、でも、若干だけど早いな。いや、でも正直言うとね、やっぱね、このマインクラフトのゲームはね、この整地したりね、土敷き詰めたりとかね、やる上でね、やっぱ土いじりは大事なんでね、ここの土をいかに早く解体できるかっていうのは、非常に重要なとこなんですよ。なんでやっぱ鉄って大事だな。できればね、もっと鉄ね、本当はね、このワンストック64個なんだけど、
この64個分のストックをもう10束くらい分、だから640個とか欲しいんだけどね、鉄の採掘めちゃくちゃ大変なんですよ。マジで俺ほんと頑張ってね、その配信とか実況外でねめちゃくちゃやったんだけど、全然ね鉄出てこなくて、もう鉄が出るたんびにもわっしょいわっしょいしてましたから。まあ、いや、ひとまずじゃあこの家、あ、出た、また商人とかいるな。この商人もね、なんかね、エメラルドと交換で、なんかいろいろ手に入るらしいんですけど、そもそもエメラルドなんていう高尚なもんはね、バカタレが。もうちょっとなんか安いもんで、交換しようや、たく。おい、おい、邪魔すんじゃないよ、俺今ここで仕事してんだよ。お前、やめろって、工事の邪魔だよ、ちょっと。関係者以外立ち入り禁止だ。もうしかもこれ何これ、そういえばこれ何なの、これはこいつら何なんだ、これはラクダ、ラマ。でもラクダはラクダにしてはなんか白いしコブがない、アルパカなんだ、わかんねえや。もう帰れ、とにかく帰るもん、早く出てけ。よし、とりあえず今までの家がこの広さでした。でここに扉があって、ここ玄関みたいな、でここになんか石の階段みたいなのがちょっとあったんだけど、今回ちょっとここの土じゃねえ、このあの安山岩使って建物の基盤作ったんで、でここから次のところがこの床になって、そこからその建物作っていこうと思います。でもって今まではこの土を使って壁とか屋根作ってたんですけど、ちょっとやっぱブリッジもね、もう今回パート3なんでね、もうそろそろやっぱ中級者レベルになってもいいんじゃないかなと思いまして、ちょっとこの木を使ってちょっと組み立てていこうかなって思います。この木をさ、なんか簡単な家のそのあれで見たんだけど、その家作りみたいなマインクラフトの、こうじゃないや、飛んでこう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 、いて、そう、ここだけ、この端の部分だけこういう柱を立てておく、そうすると結構いいんじゃないかなって思っとるんですね。よいしょっと、てかあんま高すぎると俺ダメージを負う可能性あるから、せいぜい3マスか4マス以上の高さから確かに落ちるとね、ダメージ受けちゃう気がしたんですよね。4マス、ほら1234、そうだね、4マスだね。でもう日が暮れる、てかこいつらいつまでいるんだお前らは、邪魔だお前ら、タグ。でとりあえずじゃあここの柱も作って、まあ3マスでいいかな。とりあえずここの建物の高さは5にしようかな。よし、じゃあ一回ちょっと寝ます、おやすみー、おはよう。ちなみに敵いる？敵じゃねえか、こいつらの鳴き声か、うるせえな。でもってで、ここの壁をどう、壁っつうかこの床とか壁をどうするのかっつうと、ひとまずはこれじゃないや。ね、毎回どこに何しまったか分かんなくなるからさ、なんか、分かるような感じで、このチェストって色変えらんないのかな？変えられるとさ、すごいなんか、もっと嬉しいんだけどね。よいしょっと。でもって、これか。こうしてから、お、いいね！これをちょっと、こうして、おー、いい！これを壁の色にしたいかなって思うんで。よいしょっと。じゃあ、またこれ作業続けていきましょう。よし。一旦さ、ここのさ、チェストの中にあるやつを避難させるために、この外にちょっとチェスト置くんだけど、ね、これさ、前言ったかな？
こうやってチェストって、合体できるんだね。すごいね。しかも倍になるっていう、そのまんま。便利だな。まあ、これはこれで活用していくか。じゃあ、とりあえずこの中にあるもの全部移して。よし、ひとまずここにあるものを全部こっちのチェストとかに全部入れました。こうやってね、もうめちゃくちゃ無理やりもう入れ込んだわ。まあチェストもね、やっぱ後々ね、やっぱここのどうせ土とか山とか全部解体するんだから、俺のブリッジ帝国のために解体するんで、まあチェストはあるだけやっぱ越したことないんでね。うん、じゃあ次はここの地面埋めて、で床を作るか。あれ？え？攻撃された！あれか。間違えた。あいつ殴ったからか、今。なんだ、そういうこと起きんのか。ええー、あいつふざけんなよ。いや、間違って殴ったのはあるけど、でも、殴られる場所にいるのが悪いだろ。てか、あいつ、え？あいつなんか、味方同士で殴り合ってるぞ。いいえ、ね、もう、殺し合い。やりやよ、お前ら。もう、鬱陶しい。で、ここどうしようか、ここ床埋めんのは、まあ、浮いててもいいかな。ぶっちゃけ、土、あれ、敷き詰めんのもめんどくせえから、このまま、もうこの、板材を全部どんどん乗っけとこう。ん？今、あいつ？なあ、今あいつか？やったの。あ、死んだ。もう来んな。ねえ、もうやめて。これ以上、マジでこれ以上やるなら、俺もやるよ。ねえ、お前、今、味方、まあもう味方っつうかもう敵になったのかもしんないけど、お前の味方は。これ以上殴るなら、俺ももう容赦はしない。殺すからな。俺に喧嘩を売ったとみなしてやるからな。てか、お前らが、ここにいんのがいけないんだから。むしろ俺はよく俺は我慢してやってるよ、ここにいることを。てか、もともと飼い主のお前が、本当は責任を負うべきじゃないか。なあ、俺さ、基本的にさ、こういう、人とかに全然会ってないからさ、なんだろう。今優しくなってるけどさ、その、珍しくてさ、人が。基本俺の周りってやっぱ敵だらけじゃん。そんな中でやっぱこういう、まあ、商人とはいえね、こういう普通の人間がいる、人間がいるっていうね、やっぱ喜びがあるからさ、俺を許してやってるけど、これ以上本当に反撃っていうか俺に敵意を向けるようであるならば、俺ももう容赦はしない。と、まあ、こうやって警告したらもう、殴ってこなくなったっていうか、まあ、言うてなんかなんか、アルパカなのかな、やっぱなんか今、唾吐かれたんだよな、なんか。なんか、こうす、なんか、ペーみたいな感じでやられたんだよな。で、こう、お前の方は、何もやってこないんだな。あ、やべ、降りちった。クソめんどくせえ。降りてしまった場合は、こうして階段作って。あー、回収できないのかもしれない。いや、もうあれ見せてよ。もう、蓋をしよう。よいしょっと。てか、お前ら、そのままさ、あれ、こいつ脱出できないのか。めんどくせえなー。もう1から10までめんどくせえ。じゃあ、ここにも脱出できる場所、作っといてやったから、もう早くここから出ろ。もう出ないともうまた、ほんと閉じ込めるぞ、マジで。それかもうほんとに、やっちまおうかな。そろそろ俺手が出るぞ。あ！
これあれだな。あ、でも足りるか。いける、足りるかな。この多くの原木、1個につき、この板材が4つ生まれるから、128、まあ4個除いて、128×4 で、41が4、42が400、512個か。512個、まあ足りるだろ、512ぐらい。よし、とりあえず床完成。で、そうだ。階段ここ、あれか。そうか、この上、ここからあれが玄関になるから、階段これじゃ足んねえな。じゃ、階段も作るか。よし。ひとまず、真ん中。真ん中どこだっけ？やべ、真ん中どこだ？ここかな？ここ二つっぽいな。だから、ひとまず、丸石と、まあ、剣いらないから、とりあえず、こうして、で、次、ここを、で、持って、こうか。で、あと、ここ、玄関にすればいいって感じだな。どうしようかな。ここの玄関部分も、ここだけちょっと木に。いや、でも、それはやんなくていいかな。うん。じゃ、普通にここから、じゃあ、敷き詰めていこう。どうした？今なんか変な音しなかったか？大丈夫か？よーし。ひとまずこんな感じで、まあ、ここはちょっと階段状にするために、こうやって一旦あえて残してるんだけど、まあ、とりあえずこういう感じで綺麗にはなったな。じゃあ、ひとまず、ここの外にあるものも全部こっちに移すか。またこのな、チェストの中にあるやつ、これ全部動かすのがめんどくせえんだよな。ん？あれ？なんで増えてんの？嘘だろ？お前出ていくどころか増えてんじゃねえか。ふざけんなってさ、もう。とりあえずまた荷物も移動成功した。時間かかる。つかさ、ごめん、そろそろさ、俺限界なんだけどさ、こいつらぶち殺していいんじゃねえかなって思い始めた。正直、邪魔なんだよ。なあ、いつ出てってくれんだ、お前。俺家作ってんだぜ、今。タグも。で、なんかさ、便利なものとかさ、作れないのかな？木折り機？なんだこれ？なんかね、そう、こうやって結構、この、レシピとかも解放されてるんで、あ、はしごか！そういえばあるね、はしご。ランタンとかもある。トロッコもあるけど、とりあえずじゃあ、はしご作ってみるか。とりあえず6個作ってみて、多分これ、登れるようなんじゃないか？なんかね、そういうの、登ってるの見たことあるんで、多分それだと思うんすよ。お、おら。だー。なるほどね、こうやって、登れんのね。便利だね。あ、しかも降りるときは、この近くで、どういうことだ？なるほど、ちょっとな、コツがいるのか、降りるときは。ちゃんとうまく降りないとダメージ受けちゃうのか。気をつけよう。じゃ、ひとまずあれか、ここも、ここの部分も閉じちゃっていいか。なんだったらこいつら追い出していいから閉じたいけどな。早く出てってくんねえかな、マジで。ん、出てった。よし、今のうち。今のうち、幕のうち。やべ、やべ、しばした。あぶね、もう、もうこれ以上。てか、不法侵入しすぎだから、あいつらもう。
OK! とりあえず。こうして、でも上も閉めちゃうか。やべ、もういいや。OK! とりあえず。まあ、形にはなったんじゃないかな。壁だけは。てか、壁結構作るのにこれ時間かかったな。結構広くなったね。まあ、いいんじゃないか。で、あと屋根なんだよな、問題は。屋根をどうするか。屋根をさ、できれば、なんか屋根ってレシピあるかな。あ、そっか、今あれか。ここの場所だとレシピが開けないのか。で、この階段も降りるの結構なんか、テクニックいるからな。で、なんかね、この、階段のこの、ちょっとウィンってなってる部分を使って屋根とか作るのがいいっていうらしいんだけど、これどうしようか。これね、もう、多くの原木使い切っちってるんで、これね、ダークオークの原木、これちょっと色合い的にやっぱ濃いからさ、これでちょっとやんのいいんじゃないかなって思うんですよね。で、まずは原木で適当にまあ、個数作っといて、でもって、起きた。これかな？おー、オッケーオッケー。で、これを用いて、ん？なんだ？あ？あ、そうか、ここ移り変わりするからか。あ、そうか、もう個数がないからか。で、これを使ってさ、ちょっとごめん、もう完全にさ、パクリになっちゃうんだけど、屋根がその、敷けるらしいんすよ。あ、でもここからだと屋根ちょっと難しいか。じゃあちょっと、外にちょっと、まあ、作って。よし。そんでもって、この、これを、で、かっこよくやるには、いや、こっちでこう流すよりも、正面こうの方がいいかな。いや、まあ、いいか。どうせ仮拠点だしな。これを、こうする。OK! あー、なんだこれ！あ、なるほど。なんか思ってた風にいかないな。あぶーんす。あー、結構むずいね、これ。思い通りにいかないね。あ、こう。あー、なんで？逆、そう、違うんだよ。違うんじゃ、違うんじゃ。そうそうそう、そう。そう、こういう風にやって、まず屋根の第一段階を作ろう。てか、マジ、この音何なんだろう？さっきから。見た感じでも敵に襲われてる様子もないしな。てか、こいつらいつまでここいんだ？マジで。俺、お前らから何も買えねえぞ。買うもんねえぞ。いや、とりあえずこの屋根の設置。てか、結構この屋根の設置めんどくさいけど、頑張るか。よし、とりあえず、まあ一番下の屋根っぽい部分にはできたと思うんで、結構でも時間かかるな、これ。向きとか考えなきゃいけないからな。じゃあ、あと反対側も同じくやっていこう。ん？え？あ、こいつが今なんか薬飲んで、今透明になってんのか。なるほどね。それで襲われないようにしてるってことか。そういえばあいつ夜なのにあいつ襲われなくてずるいなと思ってたら、そういうことか。で、あれか、多分また朝になったら姿が出てくるって感じか。なるほど、あいつ頭いいな。その分頭いい分ムカつくな。
俺は毎回こうやって丁寧に寝ているというのに。てか透明になる薬お前持ってんだ。あのなんか透明になる薬の存在は知ってたけど、そんなお前が持っているようなもんなのか。まあでもこういう商人みたいなやつってそういう怪しい薬とかも取り扱ってるイメージあるからな。でひとまずとりあえずそんなこんなでここの一番下の部分はなんとか完成。じゃあ次上の部分やってっか。よいしょっと。で上登ったはいいけどこれ違うな。よいしょっと。これはこっち向きに置くべきか。こうか。こうか。怖いな。こうやって、ちょっとギリギリだけど怖いな。まあ、いや、やってっか。あばーす！いや、もう良くないの。慎重にやんねえと落ちるからな、これ。怖えわ。で、ここは、ここ土のブロック残してよかったな。こうすることで、こうやって配置できると。てか、結構大変だな、これ。もうちょいつける必要あるもんな。まあ、頑張るか。それとも、ここ真ん中はなんか、どうせならここの真ん中ちょっと別のブロックにしてみるか。ちょっとかっこよく感じ、かっこいい感じで。白樺とかいいかな。白樺やってみるか。で、はしご。はしご向こうじゃったー。ちょっと白樺のこの板材だと、色が若干白いレベルなんだよな。ちょっと扱いにくいか。もっと真っ白なブロックあればいいんだけど、真っ白なブロックって言われて思いつくのがさ、この羊毛嫌いなんだよな。でも羊毛はちょっとな。それか、白樺自体をここに積むっつうのもありかな。あ、それでいこうか。あ、ちょっと、この向きはやだな。せっかくなら、こっちの向きで、まあ、これも結構おしゃれでしょ。よし、とりあえずこういう感じで。てか結構、でかい感じになるな。なんかこの三角形が。まあ、それもいいでしょう。高い分にはまあ、いいことでしょう。で、あとは、この、あ、妄想か、この、階段のこの屋根の部分の材料がないな。で、しかも、あ、やべえ。はしごが封鎖されてる。落ちるか。じゃあ、はしごももうちょい作って、で、屋根ももっと作るか。よし、とりあえず登って、あばーさばーん！再び登って、結構高いからな。落ちるとまずいな。少しのちょっと操作ミスが命取りになるから。でもって、あとあれか、ここも一旦埋めなきゃダメかな、これ。空中に繋げないもんな、多分。これ思った以上にめんどくさいな。なんか、結構考えてやんないとダメだね、ほんとに。これ多分横から。あ、横からでもいけるんだ。じゃあ。オッケー。まあめんどくせえ、時間かかるけど。まあ、慎重にやっていきましょう。あら！マジか！ダークウォークなくなっちまったなぁ。ここまでせっかく頑張ったのになぁ。これは材料を集めに行くしかない侍ですかね。あ、で、閉めて。で、結構でもさ、これ頑張ったんじゃない？お、すげえ。これ、かっこいい侍でしょ。侍も、もう、ほんと、侍フィーバーだよ、侍フィーバー。じゃ、ひとまずそうだな。ちょっと、ダメだ。ちょっとコンパートに関しても完全に家作りだけで終わるけど、この家だけは絶対に完成させる。だから、ダークウォークのキーを取ってこよう。
よし、とりあえず見てください、ダークオーク130本分ぐらいかな、取ってまいりました。でもってさっき気づいたんですが、このドア内側にこっち側の方になってたんで直しました。じゃああとはそうだな、しかもここであと全部もう埋め尽くせれば、そうか、暗くなっちゃうな、暗くなっちゃうんで、でせっかくだからさ、ここでこのランタンかな、ランタン作れるみたいなんだけど、撤回？へえ、ランタン作ってみるか。で松明が必要、松明、あれ松明どこ行った、あったあったあった、あーまね、撤回で、せっかくだからやっぱね、松明よりもやっぱシャレオツなランタンを作りたいな。でこれでどうなるんだい、あ、そういうことか、なるほどね、壁にかけられねえんだ。え、本当に壁にかけらんないの、真面目に壁にかけらんないんだって今自己解決しちゃうんだけど、納得いかない、かけれねえんだ、マジか、ちょっとがっかりだな。え、じゃあ普通にさ、ここテーブルみたいにして、それでここ置いとくか。で一応松明そろそろ1、2と、まあ待ってんのここでいいや。じゃあまたここの屋根作りするかな。まあそろそろ終わるでしょう。またなんかあいつらいるな。たまにさ、なんかいる、こいつら何なんだろう、なんか毎回こっち向いてんで、ある一定距離近づくとさ、こっち向くんだけどさ、別に攻撃をしてくる素振りはないし、何なんだろうな。で、なんかあいつだけなんか変なもん、変ななんか、看板みたいなの背負ってんだよね。まあ、いや、でも、攻撃してくる素振りないからなんか、4人いるし、なんかあれです。なんか喧嘩売るのが怖くて、とりあえず、一旦今は、見なかったことにしてます。うわっ！やめてくれ、ごめん。え、階段で閉じよう。なんだ、あの距離だと襲ってくんのか、よくわかんねえなあいつら。え、ってことは待って、外出れねえじゃん。え、どうしよう、どうやって外出ようか、困るなあ。まあ、いや、室内でじゃあ作業するか。よし、とりあえず部屋の中こうやって松明にしたんで、でもうちょい上もあれかな、光あった方がいいかな、ちょっとなんか暗いんだよね全体的に。あ、これか、それか、まあこういう感じでなんかな。でもな、ここになんか散らかってるみたいで嫌なんだよな、ちょっとこうやって置くの。まあ、明るい方がいいしな。置けるだけ置いとくか。で、問題はあいつらだ。あいつらマジ何なんだろう。まだいるかな。でもなんか鳴き声聞こえなくなったから。消えたっぽいな。俺まだ外で作業したいことあるからさ。ちょっともう来ないでほしいな。よーし！できたー！ひとまず、この、それっぽい感じでお家完成しましたー！ウェーイ！まあ、結構見栄えいいんじゃないかな。
あ、そうだ。素材が余ってるからさ、これちょっと、俺思いついたんだけど、ここちょっとなんか上屋根みたいな感じにして。よし！あ、いいね！これ初心者にしては頑張った方じゃないの？やるやん、俺。で、こういう感じに、まあ、外見はして、でもって、まあ、中は普通にこういう感じで。まあ、中別に置くもんとかまだ決まってないんで、ただなんかさ、この上の天井とかになんかつける光、明かりとかないのかな？ちょっと部屋が全体的に暗いんで、あ、やべ。これ取り除いてねえや。あれ、取り除いてねえ、取り除こう。よいしょっと。こうして、まあ、結構この動きとかもね、結構俺軽やかになってきたし、で、これはしごってどうやって取るんだ？取れるのか？あ、取れる、取れる。はしごも取っとかないとね、もう使わないから。よいしょ。でね、この白樺のここの部分がな、やっぱちょっとダサいかな。できればなんか、別のもので代用できれば、そのものをちょっと、ものっつうかなんか、材料手に入って、それで代用したいところはあるけど、あのなんか窓とかも作れんのかな？窓とかにすればよかったかな？ちょっと今思えばちょっと、ほんと作業コツコツやることに頭がいっぱいだったんで、ちょっともうちょい茶目っ気が効くことすればよかったかなって思ってるんですが、まあ初心者にしては、上出来だと思いますけどね！と自分を自分で褒めます。じゃあ今回ね、あ、あれ？もう一個回収してなかったか？やべ。で、今回、本当は地図とかも作りたいって言ったんですが、まあ作る時間ありませんね。なんだったらもう今、録画結構もう2時間ぐらい回してんのか。結構やったからとか、この家作るだけで本当に1時間以上かかるから、まあ途中で材料取りに行ったりとかしたけど、なんで今回ほんとこんぐらいにします。でね、またちょっとね、やっぱこのマインクラフトってゲームは実況内だけで完結するのが結構難しいゲームなんで、また材料とか色々確保するっていうのもあるんですが、もう一個だけちょっと配信外、その次回が今回パート3なんで、次回パート4になると思うんで、パート4の動画上げる前にやりたいこととしましては、そうだな、ここだな。こここうやって立ててって、よし。ここ今、僕のお家があそこ見えると思うんですけど、てかなんかこっから見ると浮いてるように見えんな。なんか浮いてるように見えるな。ちょっとそれがダサいか若干。まあ、いいや。で、ここから見える部分のこの周り、自分家の周りをどんどん整地して、まあ、こことかね、こことかも木切ったり、この丘とかも全部もう、あと水も全部埋めちゃって、で、ここを本当に全体的にもう平地にしていろんなものを、建物とかまた、作れるようにしたいかなって思うんで、あそこの拠点を、まあ中心に、まあどんどん周りを自分の領土を固めていこうと思います。で、まあまた次回やるときに、ちなみにこれスクショできるんだっけ？なんか、ボタンでスクショできるみたいな。お、これ。あ、スクショじゃなくてあれか、F1 で、F1 ボタンで、こうやって全部の、あ、これいいね。これサムネに使える。今自分でサムネに使えるって言っちゃったけど、これ、サムネに、この機能便利やな。これ、真ん中のカーソルと、自分のこの表示、体力表示とかなくなるから、これ便利やな。これ使っていこう。よし。じゃ、ここから一旦、あ、これ草の上に落ちれば多分ダメージないかな。じゃ、次回は、ここからまた景色を見て、平地した、俺が頑張って平地とか整地か。頑張って整地した結果を皆さんに、パート4の初めにお見せしようかと思うんで、こうご期待していてください。あれ？ああ、結構食らうのかい？ダメージやっぱ。まあ、仕方ねえや。で、次回は整地してから、整地の案内とか、まあ、これやりましたみたいな報告してからは、また、地図だったりとか、新しい材料とかをちょっと手に入れようかなと思うんで、まあ、また、次回パートで、見ていただければと思います。もしかするとちょっと家のこの外装とかも少し若干変えてるかもしれないんで、そこはまあよろしくお願いいたします。では今回パート4、こちらにて終わろうかと思います。よいしょと。うわ、至近距離かい。よし。では、ご視聴ありがとうございました。次回パート5でお会いいたしましょう。じゃあねー！
あ、違え、パート5じゃねえや。パート4だ。ごめんなさい。今回がパート3で、次回がパート4です。じゃあねー。